本日のラインナップをご紹介します。尾崎貴弘、石川セットカウント 0-2 からのバウンスバック、勝てた要因はご自身どのあたりにあったと思っていますか今。そうですね、まあ、チームとしてやることをもう試合前からずっと明確にしていたので、まあ、そのやることをみんなが信じてプレーし続けたことが勝てた要因だと思います。3セット目から小川さん中心にすごくこう球際が強くなったというか、ディグ相手のスパイクアタック上がる場面が多くなったように思うんですけど、そのあたり3セット目から何が変わりましたか。
いや1、2セット目から結構上げてたつもりなんですけど、まあ、でもそれでもまあ3セット目以降も、まあ、あの前衛のブロック の, あのブロックの選手ブロックする選手がまあいいブロックしてくれて、まあ、それを空いたところに僕が拾うって形で、まあ、すごいいい循環というかいい循環でした。ウルフドッグス名古屋はこれが4試合目のフルセットゲーム、4戦4勝、フルセット強いですね。そのあたり強い理由はどのあたりでしょう。あ、でも本当にお互いがあのお互いを信じてあのプレーしていることが本当に強い要因だと思います。ただここは堺のホームゲーム、明日堺ブレイザーズも今日以上の気持ちで来ると思います。最後明日に向けての意気込みをお願いします。まあ、明日もあの苦しい試合になるの分かってるんですけど、まあ、ウルドックス名古屋 の, あのファンの方やサポーターの方があの遠いところまで来てくださってるので、まあ、変わらず応援をお願いします。ありがとうございます。では